東ティモール国際軍に投入されたオーストラリア軍、兵士カラベラ港の調査任務を行う、米軍兵士及び、ニュージーランドの SAS 隊員東ティモール国際軍は、東ティモール紛争に対し、国際連合平和維持活動が到着するまでの間、1999年9月20日から、投入された関係諸国の有志連合による多国籍軍。翌二千年二月、 国際連合東ティモール暫定行政機構の参加に入った。1999年8月30日、東ティモールのインドネシアからの独立の是非を問う住民投票が国際連合東ティモールミッションの支援で実施された。9月4日、その結果が発表され、独立派が78.5%で勝利したが、その日のうちに独立に反対する勢力の民兵が、 インドネシア軍の支援を得て、東ティモールで暴動を起こした。そのため、同日、シャナナグスマンは、国連の平和維持軍の介入を要請した。9月12日、国際的な平和維持軍の入居を認めるように、求める、国際社会からの圧力を受け、インドネシア大統領、ユスフハビビは、それを認める旨を表明した。9月15日、国際連合安全保障理事会は、 悪化する東ティモールにおける情勢に懸念を表明し、そして、東ティモールに平和、安全を取り戻し、国際連合東ティモールミッションを防護、支援し、国連の平和維持軍が認められて展開するまでの、間の人道援助活動を容易にするために、他国籍軍を要請する決議を採択した。9月20日、東ティモール国際軍が東ティモールに入った。 東ティモール国際軍の構成の多くはオーストラリア軍。施設などはニュージーランドが支援。その他の参加国は以下の通り、ありがとうございます。